さすがに基礎がしっかりしている。決して型を忘れず、しかし型にはまらず、レベルが高いけど。あいついさん、ちょっと止めて。どうやっても父さんのようなキレのある動きができるようにならない。父さんの動きは完璧に覚えているはずなのに。名だたる全ての大会で優勝し、剣の世界で栄光を欲しいままにした、まさに達人です。ブレイザーではないので、世の中ではあまり知られていないんですけどね。もしかして綾辻さんが伸び悩んでると思うのはカイトさんの真似をする、それが伸び悩んでいる原因だ。父さんが間違っているっていうの？そうじゃない。カイトさんと綾辻さんは性別が違う。つまり骨格も筋肉のつき方も変わってくる。今の綾辻さんの動きをどう矯正すればいいのか、僕の中に考えはある。教えてほしい。僕はどうしても強くならなきゃいけないんだ。構えてくれる？はい。女性が男性に比べて格段に優れているのは関節の柔らかさだ。特に股関節、C形に変えるんだ。綾辻さん、恥ずかしいだろうけどちょっと我慢して。はい。つまり男性のものよりずっと可動域が広く、横の動きに強い。これは女性にしかない武器だ。自分でやっといてなんだけど大丈夫？大丈夫。行くよ。うん、見違えたわ。